いや、俺本当になスクエス2やろうかなと思ってるんだけどさ、スクエス、だって俺の本当になんだろうな、初めてソシャゲにハマったきっかけをくれたゲームみたいな感じだから。でさ、俺スクエスの、案件とか見てみたんだよ。二次三次とかにめちゃめちゃ案件振ってんだね。これ見てほしいんだけどさ、結構ほら、見て。いろんな名のある VTuber にさ、階段、まあ俺あんま名前知らないんだけど、リゼ、ヘルエスター、星川沙羅、二次三次、ふみの玉木、うずきこう、あ、くずは。で、これで皆さん、俺はね、これを見て、ある一定の、ちょっと、ことに気づいてしまったんですよ。皆さんは気づきますか？これ俺からのクイズです。俺さっきちょっとこれで気になって、スクフェス2二次三次調べたんだけど、違うんだよ。あ、もうでも正解出てるね。再生数とかではないんだよね。案件とか、俺もさ、ガルパから案件振られたからわかるんだけど、2時間、そういう時間を最初設定されるのよ。例えば、この案件は、だいたい1時間以上はお願いしますね、みたいな。2時間以上はお願いしますね、みたいな。俺もさ、ガルパから案件もらった時は、じゃあ2時間以上は、じゃあそれ配信としてお願いします、みたいなさ、感じだったんだけど、みんな、このさ、サムネの右下見てほしい。カイダさん1時間2分1秒。リゼさん、1時間14分24秒。星川さん、あれですね。まあ、1時間2分19秒。樋口さんっていうのも、1時間59秒みたいな。お前ら、これ、時計見ながらやってるだろうっていう。なんでそんな正確なんだみたいな。体内時計がすごいことになってんのか、これ。そう。俺はさ、あれなんだよ。ほら、ねえ、ガルパさ、2時間以上で配信してくださいみたいに言われて、結局4時間半ぐらいやってたじゃん。で、その翌日もやったじゃん。2時3時のライバーが一堂に会して、全く同じぐらいの時間でやめちゃったら、そんなん定時退社感露骨に出るだろうと思って、広報の仕方としてはあんま良くないんじゃないかなっていう気持ちになっちゃうよな。まあ、案件なんてそんなもんだよな。だから、それな、俺にちょっと案件くれよ、マジで。武士もさん。武士もさん、俺に案件もらえねえかな、マジで。俺、1時間にとらわれないよ。俺は1時間という枠をとらわれないし、なんなら翌日もちょっとやるぞ。俺にくれよ、案件、マジで。くそ。